ドラゴンです。今回はですね、はい、プロ野球都道府県別ベストナインの福岡県出身編をお伝えしたいなと思います。はい、福岡県はね、やっぱりね、強豪選手いっぱい出してる県なんで、もうね、めちゃくちゃ強いオーダー確定だと思います。そういったメンバー選んでいくんで、楽しみに見ていてください。それでは始めていきましょう。レーディーゴー。はい、1番センターで新庄剛志選手ですね。北海道日本ハムファイターズの選手でございます。新庄選手といえばこの敬遠球を打ったりとかね、あとはもう外野守備、圧倒的な強肩を生かした外野守備、まあ、あとはね、やっぱパフォーマンスとかね、本当にまあファンを楽しませるという、まあ、そういった選手なので、まあ、本当に、記録にも記憶にも、残るような、素晴らしい選手かなと思いますね。そして2021年からは日本ハムの監督に就任しました。通称ビッグボス。2番セカンドで真由美明信選手、強打のセカンドとして、有名な阪神のレジェンド選手です。通算1888安打、292本塁打、886打点、200盗塁という、打って走って守れる選手。で、打率も、通算打率も、2割8分5厘ですので、まあ、本当に高打率をマークしている。まあ、キャリアハイも3割5分3厘というところでですね、首位打者を獲得しています。まあ、初回先頭打者ホームラン、通算41本というところで、これはね、歴代2位の記録であります。3番はサードで村田修一選手にしました。村田選手といえばですね、もう通算ホームランが360本というホームラン王を2回獲得した、ホームランアーティストでございます。この村田選手ですね、もう広角打法が持ち味で、右方向にも全く失速しないような、打球を、打ち上げる、まあ、そんな選手であります。またね、チャンスにも強いバッターで、やっぱり最初のは低打率だったんですけど、まあ、率をね、だんだん残せるようになってきて、本当に、驚異的なバッター、恐るべきバッターに、なってきました。4番が、ファーストで小鶴誠選手です。シーズン打点数161打点、塁打数376塁打、得点数143点というですね、歴代1位記録を持っています。もうセ・リーグをね、代表するバッターといっても過言ではないでしょう。小鶴選手51本161打点、しかも盗塁28なんで、もう本当に恐るべき数字ですよ。5番サードで松永ひろみ選手ですね。松永選手は、史上最高のスイッチヒッターと一人と言われています。松永選手、やっぱり、走攻守3拍子揃っているというところもありますし、何よりですね、二塁打三塁打が非常に多い選手として知られています。最多二塁打をですね、今まで3回獲得しているというのと、最多三塁打も3回それぞれ獲得しているわけであります。なので本当に、長打も打てる、そして、チャンスに強い、やっぱり、しっかりと出塁率も高いというところで、本当に恐れられていた、バッターの一人、恐れられていた、スイッチヒッターの一人というところが言えます。6番レフト吉村優輝選手ですね。先ほど挙げた村田選手の後輩に当たります。東福岡高校でスラッガーとして活躍をし、プロに入りました。
で、この歌舞伎投げというですね、独特の、この打った後の、フォロースルー。こちらがね、人気を博した選手。キャリアハイでも34本のホームランを放っている、勝負強いバッターでございます。7番ライト柴原博選手、ホークスとか、あとは福岡といえばね、柴原選手というイメージが結構あるのかなと思いますね。抜群のバットコントロールと、あとチャンスに強いバッティングでね、打率3割をコンスタントにマークする、そういった、アベレージヒッターとして、活躍をしました。8番はキャッチャー梅野選手ですね。盗塁のですね、シーズン補佐の日本記録保持者キャッチャー、123補佐というですね、大記録を持っています。今ね、阪神で本当に油を乗っているキャッチャーだと思います。正捕手としてですね、君臨しております。まだまだ、成長の余地があるというか、まだまだ、強打に磨きがかかればですね、WBC 日本代表、こちらの方にも十分名を連ねる可能性があるキャッチャーです。9番ショート中島拓也選手ですね。本当に抜群のカット技術を持っているバッターで、本当にリーグ屈指の粘り強さを持つバッター、なので9番におったらね、本当にやらしいと思いますね。エースは杉内俊也投手、伸びのあるストレートで奪三振を奪いまくる、もうドクター K ですね。プロ通算14年で142勝を挙げる活躍を見せました。奪三振も通算2156個を持ってもらっています。はい、今永翔太投手ですね。横浜 DeNA ベイスターズのピッチャー。この、ストレートでバンバン打つピッチング、伸びのあるストレートで打者を、バッターと打ち取っていくのももちろんなんですけども、チェンジアップの時でも、ね、本当にえげつないピッチャーで、今の横浜のエース候補です。野上龍馬投手、読売ジャイアンツに所属しているピッチャーで、本当多彩な球種で、打たせて取るピッチングが持ち味ではあるんですけども、ストレートもやっぱね、回転がね非常に多いため、バッターは結構振り遅れる、そんな特徴がありますね。 FA で巨人に移籍したんですけども、また復活を目指しています。原島渉投手ですね。もうサウスポーから繰り出す、そこまで速くはないんですけど、球自体は速くないんですけど、もうキレで勝負するタイプで、あとはチェンジアップ、スライダーといった、もう曲がりの大きな変化球、もうカーブもそうなんですけど、全体的にね、質のいい、球種がありますので、そこの球種で打たせて取るピッチング、そこが持ち味のピッチャーです。前田幸永投手ですね。高校時代はもう世代屈指の左腕として大活躍を見せた、福岡の、若きエースというところで、活躍をしていたんですけども、プロでもですね、もう中継ぎ、そして先発でともに活躍を見せており、ロッテ、中日、巨人といった3球団で、通算595試合になり、活躍を見せました。中田健一投手ですね。荒れ玉を武器に活躍するピッチャーで、コントロールというよりかはもう力でねじ伏せる、そういう投球が、持ち味のピッチャーだと思います。現在ですね、阪神タイガースに所属をしており、通算100勝をちょうど今上げているので、まだまだ活躍をして勝ち星を伸ばしていってほしいなと思いますね。セットアッパーは篠原貴之投手を選ばせていただきました。中継ぎながらですね、14勝を挙げたピッチャーでございます。そのオーバースローからの破壊力抜群のストレート、
そして、曲がりの大きなスライダーを武器に、もうそれこそ全盛期はですね、本当に手のつけられないピッチャーだったと、まあ、そういったところがこの成績に現れているかなと思います。14勝1敗ですからね。はい、抑えは久保優也投手を選ばせていただきました。久保投手はですね、もともと中継ぎセットアッパーだったんですかね、セットアッパーで活躍をしていたんですけども、抑えの経験もあるというところで、まあ、キャリアハイではですね、20セーブそして防御率1点台というところで本当に好投を見せていたピッチャーでございます。なので、久保投手を、抑えとして選出させていただきました。抑えはセットアッパー、抑えは福岡県は、同じ高校のコンビというところになりました。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね、プロ野球都道府県別最強オーダーの福岡県編をお伝えしました。この動画がね、少しでもよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画も見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さよなら。